前らラティナのことこき使いすぎじゃねえか。何を人聞きの悪いことを。ちゃんと給金も払ってるぞ。は？ラティナは正式に雇われているうちの従業員だ。まだ子供だから深夜の仕事はさせてないが、ちゃんと適正な金額設定だ。待てよ、俺ラティナがそんな余計な金持ってるところなんて見たことねえぞ。貯金してるからだろ。これよこれ。ラティナ、お前どうしたんだ。デイルのやつ、今にも死にそうな顔だったぜ。